では、文脈の解析と題しまして、自然言語処理研究室の稲岡が発表します。今回参考にした書籍はこちらです。こちらが今回の発表内容です。まずはじめに文脈の解析ってことで、まず最初に文脈とは何かっていうのを説明します。次にその中で出てくる共産省っていうのと省央という2つに説明します。でその省央の中にもその前方省央っていうのと、後方省央っていうのがありまして、そちらを説明します。で、またその別の分け方として、文脈省央っていうの、外界省央っていうのがあります。でそして最後に、ゼロ省央っていうのを説明します。それらを用いたその省央の解析と、その省央の解析について説明します。まず文脈について説明します。ここで言う文脈というのは、文と文のつながり具合のことを表しています。で、その文のつながりについてなんですけれども、2つ、文のつながりっていうのは2つ、考えることができて、1つは結束性っていうのと、もう1つは一貫性っていうものです。結束性っていうものは、その2つ以上文章があったときに、その中で同じような物事がその2つの文章に現れるのが、結束性っていうもので、一貫性っていうものが、その、2つ以上の文章があったときに、その文同士がそのどういった意味、関係を持って整合するか、持っていて、それが整合しているっていうのが一貫性です。実際に例を出して説明します。まず、太郎は喉が渇いたっていう文章があって、文があって、その後に続く文が、この1から3の3つあったとして、1つ目が、明日は建国記念日だっていう文です。で、この文の場合、その前の文の太郎は喉が渇いたと、その同じようなことを説明しているわけではなくて、かつその文と文のその間のつながりっていうのがないので、結束性も一貫性もないといったことになります。で、その2個目のそのため太郎は水を飲んだっていう文につながった場合、その1個目の文もその2個目の文も、前の文と後の文でその同じ太郎っていうのが出てきて、結束性があるっていうふうに言えて、またそのためっていうふうに文がつながっていて、その文と文の関係っていうのがはっきりしているっていうので、一貫性があるということになります。で、3つ目 その彼は水を飲んだっていう文章 の場合は、その2と比べて、太郎が彼になっていて、そのためが省略されています。とこの文であっても、人間の場合は、どういうつながりがあるかっていうのは想像できて、例えば彼が太郎を指していることは想像できて、でこの文章はそのためが省略されていたとしても、そういうつながりがあるんだなっていうのが人間がわかるっていうので、結束性と一貫性があるっていうことになります。ただその省略であったり、代名詞として置き換えられていたりっていうことになります。で次に共産省っていうのを説明します。その2つの文章があったときに、今回の場合、太郎というと、彼、太郎っていう単語と、彼っていう単語があって、彼が代名詞なんですけれども、その太郎っていうものも彼っていうものも、その同じ一つのものを、示している単語っていう関係になります。ここ下にもあるように、その2つの表現と指し示される物事の三者の関係ってあるんですけれども、その2つの表現っていうのが、その太郎と彼っていう2つの表現で、その異なる表現をする2つが1つの同じものを示しているっていう、この関係が共産省っていうものです。で、こういったその代名詞などの表し方もあるんですけども、もう1つその省央という表現の仕方もあります。省央っていうのは、さっきのような三者の関係ではなくて、その彼っていう代名詞が、その前にある太郎っていうものとの省央の関係にあるっていうのが省央です。で、この関係の場合、この関係ではその省央詞っていうものが、その省央する表現っていうので、今回の場合彼ですね、彼っていうのはその太郎を省、しているっていう
それで、まあ太郎彼が小王子になって、先行子っていうのがその小王子、今回の場合は彼に、まあ、参照されているっていうのなので、今回の場合は太郎が、まあ、先行子になります。でこの小王についても、まあ、2種類ありまして、前方小王っていうのと、まあ、後方小王っていうのがあります。前方小王っていうのはその先行子と、先行子が、小王子の前に来ているっていうのが、前方小王です。まあ、先ほどの文とまあ同じなんですけれども、まあ、太郎は喉が渇いた、彼は水を飲んだだと、まあ、彼っていうのはその彼よりも前にある太郎と、まあ、小王の関係になって、これが、まあ、前方小王になります。でそれとは逆に、先行子が、小王子の後に来るような対応、小が、まあ、後方小王です。でまあ、私はこんなものが欲しい、どこでも行ける扉だったとすると、そのこんなものっていうのは、まあ、その小王子なんですけども、で、まあ、それがの小王関係の、まあ、扉っていうのが先行子がその小王子よりも後にある、で、まあ、これが小王、後方小王です。で、まあ、その2つを合わせて、まあ、文脈小王って言います。文脈小王っていうのはその、まあ、この2つを合わせた名前なんですけども、その小王子っていうのが、まあ、文の中に出てきて、まあ、省略されていない。で、まあ、文脈小王、文脈の中にその小王子が現れてくるので、まあ、文脈小王っていうふうに言います。でその文脈小王の対になるのが、外界小王です。外界小王の場合はその参照される物事がその表現、文として表現されないっていうものです。この下に4つの例文があるんですけども、例えば1番目の、まあ、彼は誰ですかって言った文があった時に、その、まあ、彼っていう、まあ、前の文も後ろの文でも実際に彼が何なのかっていうのを、まあ、説明してるわけじゃなくて、説明されていなくて、まあ、話している人の、まあ、目の前にいたりとかってする、まあ、文に出てこないけれども、まあ、誰かを、まあ、表している、まあ、代名詞になっていて、まあ、そのような関係になりますが、まあ、外傷で、まあ、彼あそうですね。で、その車に乗ってくださいっていうのも、その車自体が、まあ、他のところで具体的に何て言うんですかね、その代名詞、その車っていうのが、まあ、指し示すのが文に出てきてなくて、まあまあ、実際だと、まあ、この言葉を発した人の、まあ、前にあるような、前にある車みたいなのを、まあ、指しているっていうので、まあ、それこれも同様です。あと、まあ、私は読書が好きですやるような、まあ、この文の書き手というのも、まあ、実際に文として文の中に出てくるのではなくて、その例えばこの書いた人を合わせていて、まあ、これも外界小王で、まあ、最後 その我が社やお客様のような、まあ、一人称二人称の単語も、まあ、同様に外界小王になっています。で次に、まあ、ゼロ小王というのについて説明します。ゼロ小王の場合は、小王子が、まあ省略されている形になっていて、例えば先ほどの例だった、まあ、太郎は喉が渇いた、水を飲んだっていう文章だと、まあ、彼はっていうのが、まあ、省略されているんですけども、ただ、まあ、その彼はって省略したとしても、まあ、人間だって意味が、まあ、わかると思うんですけども、その時に省略された彼はっていうのの彼っていうのが、ゼロ代名詞って言って、まあ、先行者は先ほどと同じように、まあ、太郎になっていて、この省略された、省略された小王子と、まあ、先行子との関係っていうのがゼロ小王と言います。でこのゼロ小王っていうのは、まあ、英語だと、まあ、ほとんどなくて、まあ、特に日本語に顕著に現れる、まあ、性質というか、まあ、対応になっています。で、次に小王を解析について説明します。小王解析っていうのは、その小王子がどの先行子を参照しているかっていうのを、まあ、解析する、まあ、解析です。でこのどうやってやる、どうやってそのどの対応を、まあ、調べるかっていう、まあ、手がかりっていうのを措置として、その小王子と先行子の距離、まあ、どれだけ離れているかっていうのを手がかりにします。まあ、基本的に、まあ、分、まあ、近い、あの小王子と先行子は、まあ、離れすぎていないはずなので、まあ、近いはずなので、まあ近い、まあ、その近いところを、まあ、探して、まあ、見つけるっていう方法です。またその
代名詞によって、どのような、先行詞が、まあ、対応するかっていうのはまず、予想がついて、例えば彼の場合は、まあ、単数、まあ、一人の男性を表しているはずっていうので、その どの、小詞に対応しているかっていうのが、まあ、わかります。その他にも、まあ、それを食べたっていうのそれの場合は、その食べるの、それっていうのが食べるのを、まあ、お書くになっているので、まあ、そこに来る可能性のある単語が小詞になりうるっていうのが、その小詞の、まあ、手がかりの一つになります。またその車っていうのそのが表すものは、まあ、車ってついてるんでわかると思うんですけども、その車の海外念に来る当たるようなものが小詞になりうるっていうので、まあ、例えばタクシーであったりパトカーであったりっていうのが、まあ、その車が参照する、まあ、先行詞となりうるっていうので、っていうような手がかりを使って小詞解析っていうのは行われます。で次に、ゼロ小詞解析について説明します。ゼロ小詞解析の場合は、小詞が省略されているので、まずその小詞が何なのかっていうのを求める処理になります。で、省略されているので、まあ、先ほどのような、まあ、代名詞や、まあ、低名詞句のような手がかりっていうのが存在しません。で、まあ、それ、まあ、それもなんですけど、またそれ以前に、まずゼロ代名詞が存在するっていうことも、まあ、文を見ただけでは、まあ、すぐには分からなくて、そのゼロ代名詞の存在っていうのも、まあ、見つける必要があります。で、このようなゼロ小解析では、各フレームを用いて、解析、結果を求めるということになります。で、実際に、ナイスコーパスや兄弟コーパスを使って、50% の程度の精度が出ているというような結果が、出ているとのことです。以上で発表を終わります。